鎌倉武将機構畠山重忠、ここは二俣川の戦いでですね、亡くなった、畠山重忠公の、古戦場跡碑、顕彰碑のような人ですね。あと真ん中に見えてるのが逆さ矢岳の、これも由来のある、これはもちろん後世に植え替えたものですけど、竹があると、そういったちょっとちっちゃい史跡公園になっています。でこちらを見ていくとですね、周りはもう駅前住宅街、吾妻鏡に出ていると、畠山重忠公終焉の地と、ここというか、この地域で亡くなっていると、そういうことを言っているんですね。二俣川合戦、ちょっと逆光で見にくいと思うんですけど、ちょっと見えないですね。二俣川合戦って書いてありますよね。今こうちょっと整備されてね、史跡になってるんで、役所なんかでも史跡ということで、重忠公碑、古戦場碑ですね、っていう形になってます。ここでうちにしたと、750年の没後に、地元の川本村ですよね、の有志により建立されたと、平成22年ですから、これはその碑があるということでですね、簡単な史跡公園になっているという形になりますよね。重忠公終焉の地と、交通量の多い鶴ヶ峰の駅の前の交差点のところなんですけど、この角にこんなのがあるっていうのはね、なかなか知らない方も多いと思いますけど、綺麗に花が添えられてて、花壇なんですけど、これはちょっとね意味があって、ちょっと逆光でちょっと見にくいんですけど、これがその、畠山重忠公碑って書いてありますけど、古戦場跡の碑ですよね。そういうことになります。ちょっと見にくいんでこちらからにさせていただきます。でこちらがですね、今ずっと上から見ていた矢岳なんですけど、これですね、武士の鏡と、畠山重忠公はこの地でわずかの軍勢で北条勢と戦って敗れたと。でその死ぬ直前にですね、その自分の矢をですね、自分の正義が正しければ、この矢をですね、枝葉を生じて、繁盛させようと、そのことは後日ですね、自分の家臣たち誰か生きていたら、その方たちがね、後日反映するようにと、直接は関係ないんですけど、畠山氏はですね、その関係から名跡だけはですね、足利義澄ですかね、畠山義澄に引き継がれて、後の室町幕府の三管領の畠山氏になるわけですけど、そういう意味では、繁盛というか、後世別な形になりましたけど、足利畠山氏、としてですね、畠山の名は残ったわけで、それから室町戦国時代、江戸時代はちょっと後継になってしまいますけど、畠山氏という名前は残ったわけですよね。だから元のその戦国の畠山にしても、この畠山重忠の畠山を継いでいるという形になりますから、後世においては、その繁盛といえば繁盛ですけど、栄えたと。畠山の名を残してくれたという形にはなりますよね。この矢踏みじゃないんですけど、矢をですね、自然にありえないんですけど、2本ずつ植えて、それが逆さ矢だけ、つまり矢を逆さに植えたわけですよね。でそれで逆さ矢だけと。で47年頃までは、その区役所の方の土手の方にあったらしいんですよ。でそれが消滅したんで、ここに植えたと。ですからもともとここにあったという、そういう由来があったということですよね。でも実際その逆さ矢岳というのは、役所の北東側の土手の一面、ちょっと今はちょっとその場所がもうないと思いますけど、それにおいて、その伝承においてですね、重忠公没後800年にあたり、ここに再度植えたわけですよね。松の木なんかでもよくありますけども、これを立つのは17年って書いてありますけど、没後800年にあたる記念の、その重忠公のその伝承の由来ですよね。それに合わせてですね、ここに植えたと、そういうことが書いてありますよね。こういうことも地元の方はね、やってくれるんで、ただ見に来るだけでなくて、それが何なのかっていうのも、ちょっと、勉強してから来た方がいいと思います。私みたいにただ回ってるだけっていうのはあんまり良くないのかもしれませんけど、そういうことでですね、ここが古戦場の跡っていう形になるんで、この碑はちょっと細かい文章は書いてあるんですけど、そのことが全て書いてあるんですけど、ちょっと分かりにくいんで今は逆光でしかも写しにくいんで写しませんけど、畠山重忠公のファンの方がいたらぜひ来たらいいと思いますよね。菅谷館とかこちらもね、この地域は銅像がないんですけど、像があるとそれらしいというかいいんですけどね、銅像はちょっとお金かかるんでどうでしょうかね。この地域にもぜひ、最後の地となりますけども、深谷とかね、史跡公園の方には立派な像があるんで、こちらにも像が欲しいところですけど、こういったちょっとした場所なんですけど、残しておいていただけると非常に嬉しいと、そういう場所になります。畠山重忠公、逆さ矢竹の由来のと、実際に植えられてた矢竹がある場所、それと、古戦場の碑ですよね、重忠公碑ってなってますけど、その慰霊碑というか顕彰というかそういった碑がある、場所からでした。